TV かな、新幹線入り口から、あ、どうも、このバンダーレの選手たちがこれから出発します。かなりの白い目線で見られていますが、私たちサポーターの夢、そして青森県の夢を乗せて、これから、新幹線に乗り、あ、どうも、出発します。引き締まった表情の山田松一監督、我々の大将でございます。この山田松一監督がこのバンラーレ八戸の選手を指揮し、明日は除雪大作戦に来るサポーターの皆さんに勇気と感動と夢を与えてくれるでしょう。金井選手も笑顔で、笑顔です。八戸といえばこんな感じで、駅は物産展が行われております。たくさんの白い目から私は見られていますが、そんなことは関係ないということで、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、おう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 、あ、どうもどうも、まあ、外人さんも声をかけていただきました。ということで、ちょっと恥ずかしい限りではございますが、これから出発に向かう感じでございます。今日の人数は18名の選手がいらっしゃるようですね。昨日のテレビでですかね、なんかイケメンナンバーワンの須藤選手、なんと須藤選手は私の親父と一緒の会社で勤めてるということで、宮古ですかね、宮古で勤めてるということで、おやんずの方も一つよろしくお願いしますということになりますね。そしてこのイケメン2位3位の鳴海選手と、新山我らがミスターバンダーレ、新山翔地キャプテン、翔地キャプテンは一言私にいただけるんでしょうか。まあね、試合前ですからね、怒られたなんですからね、あんまり近寄ればおっかない人がいますんであれですけども、そして私が結構もう大好きな岩崎選手です。この岩崎選手のおしゃれっぷりが明日は、開幕戦でもう鳴り響くでしょう。岩崎選手どうですか、明日はビシッと3点来ましたよ来ましたよよろしく頼むっす。で、そしてバンラーレ八戸では有名な関口優斗選手、隣のトトロちゃんとの関口優斗選手です。関口優斗ララ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 ラ関口さん、関口さんということで、選手は試合に集中しているようです。おっと、そして、彼は、町田ゼルビアからこの、バンラーレ八戸に加盟しました。クリケント選手ですね。もうやっぱり身長がでかくて迫力満点です。まさみさん、ノリじゃない方です。おっと、まさかの教え子登場ということで、あれ、何しに来たんですか。今日はばあちゃんの葬式で、あれ、死んだ、10日の日に、で、その前から俺